こんにちは。あなたに奏でる塩野義奏でです。平均寿命が長くなった現代、長く生きることに加えてクオリティオブライフ、つまり生活の質をもっと良くしていこうということに関心が集まっています。生活の質を上げるための土台になるのが健康です。その健康を維持するためにセルフケアという考え方があります。セルフケアはとても大切な考え方なので、前編と後編の2回に分けてじっくり紹介したいと思います。それでは始めましょう。セルフケアの話をする前に、皆さん健康とは何かご存知でしょうか？病気じゃなかったら健康と考えている人も多いと思うのですが、世界保健機構 WHO ではこう決められています。健康とは身体的、精神的、社会的に完全な良好な状態であり、単に病気あるいは虚弱でないことではない。つまり病気じゃないだけでは不十分で、心も体もそして人と人との関係も良好な状態が達成されて初めて健康と言えるのです。そんな健康を守る第一歩がセルフケアです。セルフケアという言葉は文脈によっていろいろな意味で使われているのですが、ここではその名の通り、自分の健康は自分で守り増進することをセルフケアと呼ぶことにします。それではセルフケアにはどのようなものがあるでしょうか？まずは栄養のある食べ物をバランスよく食べること。体は食べたものからできています。エネルギーの元となる炭水化物や脂質、筋肉の元になるタンパク質はもとより、体の働きを調節するビタミンやミネラルなど栄養をきちんと摂ることが大切です。また生活リズムを整える意味では、朝昼晩の3食を決まった時間に摂るとより良いかと思います。こういった健康的な食事をすることは体だけでなく心にとっても良いことが知られています。心を司る脳は神経でできていますので、神経のエネルギー源の糖質、神経の働きを助けるビタミン B 群などが影響します。単純に美味しいものを食べると気分がいいですしね。逆に食事の栄養バランスが崩れていたり、栄養が少ないものを食べていたりすると健康にとって良くない状況となり、最悪の場合には生活習慣病などの病気になってしまうことがあります。栄養バランスと3食規則的に食べることがセルフケアの第一歩です。次に適度な運動を定期的に行うこともセルフケアの重要なポイントです。運動により刺激を与えることで筋肉が強化され、活発に動くことができるようになります。体力もアップしますので、疲れにくい体を手に入れることができます。運動もやはり体だけではなく心にも良い影響を与えます。例えば運動をすることでポジティブな気分になったり、ストレスの解消につながったりという効果が挙げられます。しかし何事もやりすぎは禁物で、自分の許容量を超えた強さの運動を急にやるとかえって怪我の元となってしまいます。ご自身に合った方法、強度で楽しくできる範囲を目指しましょう。次に十分な睡眠と休養をとること。体は寝ている間にもいろいろな働きをしています。体の各組織の修復を行ったり、ホルモン分泌をしたりするほか、脳を休めるとともに記憶の整理を行ったりしています。人間、勉強し続けたり働き続けたりすることはやはり大変です。睡眠の他にも十分な休養をとることで心身のリフレッシュを図ることもとても重要です。睡眠や休養が不足すると脳の働きが鈍ります。睡眠不足の時にぼーっとしたり集中力が低くなったりといった経験をしたことがある方も多いのではないでしょうか。またホルモンのバランスが崩れて代謝が悪くなるなど体にも影響が出てしまいます。免疫力が落ちて風邪などの感染症にもかかりやすくなってしまいます。そうならないようにも十分な睡眠と休養をとるようにしてくださいね。今回セルフケアとは何かということと、セルフケアのうち生活習慣と関係する食事、運動、睡眠に
についてフォーカスして説明をしました。次回は心の緊張状態、ストレスとその対応、病気になってしまった時に自分で自分を治すセルフメディケーションを中心に説明していきたいと思います。次回も必ず見てくださいね。それではまた、さようなら。